ドワーフ3の赤道儀モードを使う一番最適な方法を見つけました。こんにちは、すみやです。今日は新兵器を投入しました。はい。ウランジのスマホホルダーを買いました。amazon でね、今1500円ぐらいでしょうか。プライムデーで買ったので1200円ぐらいで手に入りました。はい。 でこのスマホホルダーの上にですね、このビクセンのですね、方位磁石と、それから水準器がついたやつを載せています。それでメモリは、今35度か6度ぐらいでいいと思うので、これぐらいですかね。はい。35度ぐらいにして、ここに刺します。そうするとですね、何がいいかというと、いわゆる赤道儀モードが使えるわけですね。 はい。赤道儀モードを使うには、まずこれを真上に向けて、シールが貼ってあるので、だいたいこの位置でいいと思うんですが、そしてこれを倒すわけですね。これを緩めて、こういう風に倒していくと。あ、逆だね、これ。こっちが北だとするとね、えー、こっち向けるわけですね。 そして方位磁石をこれで合わせます。まあ、こんな感じでしょうかね。はい。そして水準器で水平を微調整すると。まあ、これでだいたいね、北極性が入るんですけれども、今ね、ステラリウムのアプリで北極性がほぼ真ん中に入ってます。それで水準器で見てもね、 大体真ん中に入ってます。で、方位磁石は北から10度ぐらいずれてるのかなドワーフ3の赤道儀モードを使う一番最適な方法を見つけました。はい。ドワーフ3はね、以前と同じように35度ぐらい傾けるんですけれども、で、その傾いている角度がわかるように、ビクセンのポラリエのオプションパーツである 水準器と方位磁石がついたものをですね、カメラアダプターにカメラの上に乗せるところにつけるやつをつけています。そして今製図アプリでね、方角を北極性に合わせてねえ、見ています。まあこういう風にすればね、赤道儀モードを使うときに北極性が見えなくても 大体これで合わせることができますね。もちろん北極性見えてる場合はね、ドワーフ3の画面に映して見る方法もあるんですけれども、もし北極性が見えなくてもドワーフ3で赤道儀モードを使いたい場合は、こういう風にするといいんじゃないかなという風に思います。ぐるーっと一周してみましょうか。はい。こんな感じでね。はい。ウランジの スマホホルダーが活躍してくれてます。こんな感じですね。はい。もう一周回ろうか。はい。ドワーフ3の赤道儀モードの新たなね、使い方ご紹介しました。参考にしてみてください。それからドワーフ3の新しいね、ベータバージョンかな。 アプリが出ていまして、それでね、なんと彗星追跡モードが導入されたようです。ドワーフ3でも C スターと同じように、最初から通鎮者アトラス彗星を選んで、押すだけでドワーフ3がそっちを向いてくれるということになります。通鎮者アトラス彗星はだんだん遠ざかっていますけれども、 肉眼で見るのはかなり難しくなってますし、双眼鏡で探してもね、なかなか見つからない可能性が高いので、できればね、C スターとかドワーフ3の水星追跡モードを使って探してみてください。そうするとね、ドワーフ3とか C ス,スターのスマート望遠鏡でくっきりと水星が映せます。まだまだね、このドワーフ3とか シースターを使えばね、水星はバッチリ見ることができますので、皆さんチャレンジしてみてください。暗い空のところに行って見つけるっていう手もありますけれどもね、スマホで撮影する場合にはこういうふうに、だいたい時刻によって高さがだいたいわかりますので、こういう方位磁石と水準器を使ってね、住んでいる場所の北位何度かを確認をしてね、調整して大体いい合わせて スマホで撮影するっていうのもいいかもしれませんね。C スターとかドワンフ3を使うには端末が必要なのでスマホがね2台以上必要になってくるんですが北極星が入ったらねもうこのアプリは閉じてそれでドワンフ3のアプリに切り替えて使うっていうのも面白いかもしれませんね。それからドワンフ3で撮影しながらスマホでさらに広角で 水星を取るっていうのもいいかもしれませんね。あ、それから三脚にね、今、ポラリエ用のウェイトをつけたりとか、それから2万ミリアンペアのモバイルバッテリーをね、ここにぶら下げて重りの代わりにしてます。バッテリーは、ここに USB-C 端子があるので、つなげますね。やってみようか。はい、こうつなげばね、ドアンスリーのバッテリー消耗を抑えながら、 撮影ができて重りにもなると一石二鳥ですはいまあこんなねドワンスリの新しい使い方このやり方もね参考にしていただけるとありがたいかなと思っています本日の動画は以上ですご視聴ありがとうございましたさようならチャンネル登録グッドボタンよろしくお願いしますメンバーシップも募集していますえいえい,えい Hey.